はい、こんにちは、こんばんは、まこきたさんです。今日はですね、前回ネット銀行に口座開設と、ビザ、LINE ペイカード、クレジットカードの発行3つやってみて、そのスピードがどうだったかっていうところを触れたんですけれども、ビザ、LINE ペイカードが届きましたので、実際に使ってみました。はい、ということで、どれだけ還元率が上がるかっていうところを検証してみました。私自身ね、マイナポイントっていう制度を知ってから、キャッシュレス決済の方をやってますので、内容的にも初心者向けのものになっておりますので、よろしくお願いします。ですね、カード来るまでにかかった時間ですけれども、まず審査にかかった時間は、約2時間ですね。免許証の写真を撮って、送るっていうと、あとは銀行の通帳と紐付けるっていう操作だけでした。はい。そして手元に届くまで、郵便局から簡易ファキトメール届くんですけれども、12月1日に、ウェブで申し込んで、12月5日に届くということで、4日間で届きますんで、かなりスピーディーで、ストレスがない感じでしたね。ちょっとだいぶ前に申し込んだ楽天銀行のキャッシュカードも、この12月5日に簡易書き留めで、届きました。で、実際と届いたカードはこのような東京オリンピック記念みたいなバージョンのものがまだ残ってましたので、それにしました。今新しいカラーは白と黒とグリーンとオレンジで、よくビザ、ラインペイカードの宣伝に使われているのがこのグリーンのものが多いですね。はい。で、この東京2020はこの青色と赤色のバージョンが選択できました。で、こう見てもらうと分かりますように、 IC カードをついてる方が表面になるんですけれども、そこは自分の名前を書いているだけということで、裏面にカード番号と、セキュリティコードが書いてますんで、セキュリティに、考慮したカードなのかなというふうに思います。ただね、ちょっと普通のクレジットカードと比較すると、ちょっとチープな感じはありますね。で、表面が光沢面じゃなくてマット調のものなので、私ちょっと油性なのかもしれませんけども、この写真見ても分かると思いますように、結構指紋がつくのが気になりました。はい。はい、まずカードが来てからやることは2点まずありまして、V パスっていうアプリの設定です。これはパソコンウェブバージョンの V パスもあります。で、どちらでもいいんですけれども、いくら使ったかとか、いつまでに引き落とされますよっていう、そういったことを教えてくれる、アプリであります。楽天でいうところの e ナビみたいなものにあたります。で、次に一応ね、LINEPay とカードを連携しておきます。で、今のところ D 払いと、ビザラインペイカードを、紐付けると一番高還元になるということで、D 払いの設定をしました。で、私はいつも D 払いに D カードを紐付けまして、
D カードの 1% と D 払いの 0.5% の 1.5% の還元で、決済してました、はい、で今回あの新しいカードが来たということで、設定を少し変えます。D 払いアプリのアカウントというところを、クリックしてお支払い方法というところを、押します。でクリックします。そして新しいカードの追加というところを押すと、あのスキャンで読み取るという風になるんですけれども、そこは先ほど見てもらった通り、カードのね、表面表面にクレジット番号とか書いてないので、スキャンすると追加できませんというのが出てきますので、手入力でカード番号とあと有効期限とセキュリティコードで、この3つを入れると追加できて、 D 払いをそのビザがLINE Pay カードで支払うという設定にできます。でそして買い物に行きました。で私は最近セブンミールっていうのという、日替わりおかずっていうのを頼んでまして、週に2回ですかね、ネットで申し込んでセブンイレブンで受け取るということで、結構セブンイレブンで結構キャッシュレス決済使うことが多いんです。はい、ということで実際どんな感じだったかというところを触れていきたいと思います。はい、でまずね、いきなり D 払いで決済してくださいではなくて、セブンアプリというのがあります。でセブンアプリに会員登録している方は、セブンアプリで会員番号を読み取りっていうところがありますので、まず読み取ってもらうと、セブンマイルというものがつきます。これは 7個ポイントとはまた違うものでありますね。7個ポイントは7個で決済するとポイントが、0.5 から 1% つくっていうものですけれども、今回のように7個以外の支払い方法で払った場合でもセブンマイルというものはつきますので、ぜひセブンイレブンよく使う方はセブンアプリをインストールして登録して、支払いがする前に会員番号を読み取ってもらってください。はい、そうすると今そのマイル以外にセブンイレブンのキャンペーンにも参加することができます。で、税込み700円または税抜き636円以上を購入してチャレンジしましょうということで、アプリ大抽選会というのが12月29日までやってます。私何回かやったんですけども、結構2回2回ぐらいの確率で当たるので、例えば前は、ポッカのキレートレモンっていう飲み物が当たったり、ダースのピスタチオ味っていう200円ぐらいのものが当たったりしますので、結構お得ですね。で D 払いで最後決済すると、まず、私の、メールに、D 払い完了の通知が来るとともに、LINE の LINE ウォレットにも通知が来ます。はい、で決済すると、LINE ウォレットというところに支払った額1524円と、付与予定ポイント 3% ということで、確かにビザ LINE Pay カードの 3% 還元がついてくるというところが確認できましたし、D 払いの方もですね、D ポイントアプリから D 払い、D ポイント獲得履歴っていうところを、見ることができますので、確かに D ポイントが7ポイントついたということが、分かると思います。1524円かける0.05% なので、7ポイントということです。で、ビザ LINE Pay の
3% っていうのは LINE ポイントですね。で、D 払いはD ポイントということで、まあ、ポイントは違うんですけれども、確かに 3.5% 還元が今回検証することができました。で、あとね、このやはりその D 払いを例えば PayPay とか違う決済サービス使うと、ビザラインペイの 3% 還元はあっても、例えばペイペイボーナスが出なかったりだとか、逆にまあ逆にとかの紐付けすることさえできない、キャッシュレスサービスもありますので、その辺はご注意ください。そして今ならですね、ビザラインペイカードだけではなくて、三井住友が発行しているクレジットカードもそうなんですけれども、Apple Pay か Google Pay に、紐付けて、クレジットカード紐付けて、Visa Line Pay カードであれば Visa Line Pay カードで、支払うという設定にすれば、12月31日までに、3000円使うと、それが翌月キャッシュバックされるというキャンペーンもやってますので、ぜひこちらの方も注目ですね。はい、概要欄に一応このエントリー画面の URL を記載しておきます。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、こういうキャッシュレス決済についても今後、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、北さんでした。